はい、こんにちは。アゴラモデルズ公認モデラーのテイガールです。今回ご紹介するのはアゴラモデルズさんの DB5 パック4の方作っていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。はい、それではですね、パック4はステージ24からとなっております。はい、ステージ24は左側の左フロント足回りということで、前にもですね、ちょっとご紹介してるんですけども、ここに L 刻印とかですね、1の刻印があるんですね。で、このまま組んでしまうとこれ見えちゃいますので、この部分を削り落として、綺麗に塗装し直して使いたいと思います。はい、それではですね、余計な刻印を削り落として塗装したパーツを組み立てていきます。まずはですね、こちらのアッセンブリーにこちらのディスクをこのような形で合わせます。はい、そうしたらですね、次にこのアッセンブリーにこの、キャリパーをこのような形で合わせて DS21 のネジ2本で留めていきます。はい、このような形でキャリパーとディスクを組み付けたら、次にですね、本体の方にこちらのアームを取り付けていきます。はい、でこちらのアッパーアームは、左側同様ですね、ここのところにこのブラケットを使って、DS27 こちらのネジで止めていくわけなんですけども、こちらのネジがですねサラビスになってますので、このままねじ込んでいくとこっちのパーツが簡単に割れてしまうんですね。なのでここの、ネジ穴の部分を、ドリルでですね一度さらってサラビスが使えるようにちょっとパーツを改造しておいた方がいいです。はい、でやり方としてはですね、4ミリのドリルを用意して、ここのところですね、ネジが入っていくところをこのような形ですり鉢状にしておきます。はい、このような形でアッパーアームをつけてステージ24の作業が終了となります。続いてステージ25やっていきます。はい、それではまず最初の作業はですね、このロアアームにこちらのアンチロールバージョイントというパーツをつけていきます。で、ちょっとですね、ここのところを見ると結構ですね、パーティングラインとかありますので、スムーズに入らないようであれば削ってください。これちょっときついんですよね。なので少し削ってからの方がいいです。はい、で、削ってここのところにスポット入るようになったら、こちらのですね、PS31 というネジで、こちら側からネジで留めておきます。はい、このようになるわけですね。そうしたら、このロアアームを今度はこちらのシャーシの方につけていきます。はい、で、ロアアームの取り付けにはこちらのピンを使うわけなんですけども、ローレットがついてますので、このローレットのない方から差し込んで、止めるという形になります。なのでこちらの場合ですね、こちら側からこちらのローレットのない方を入れて止めると。はい、このような形でしっかりとですね、両側、飛び出てないことを確認してください。はい、そしたら今度こちら側はローレットのない方、後ろの方から入れていきます。はい、このような形で2箇所ピンを入れてロアアームの取り付けが完了となります。はい、それでは次にですね、こちらのショックアブソーバーロッドをロアアームのここのところですね、このような形で入れて、こちらもですね、同じくこちらのピンで留めていきます。はい、で、これはこちらのローレットのない方を前から入れて、はい、で、最後ちょっときついと思うんですね。ここはラジオペンチなのでギュッと、入れておいてください。はい、それでは次にですね、こちらのショックロッドの方にサスペンションをこのような形で被せて、シリンダー側ですね、このような形で入れます。はい、で、この、シリンダーの頭をここのところに入れて、ここも同じくピンで留めると。はい、で、こちらのピンはローレットのない方を後ろから入れます。はい、このような形でサスペンションの取り付けが終わったら、先ほど組んだディスクブレーキですね、こちらの方をつけていきます。はい、それでは次にですね、こちらのホイールハブをここにつけていくわけなんですけども、まずはですね、こことここのところに、DS24 のネジでネジ山を作っておきます。はい、で、ネジ山を作ったら向きですね、間違えないようにこのような形でキャリパーが後ろに行くようにつけます。で、こちらのネジで上下2本留めていきます。はい、これでこのような形でフロントのですね、左右の足回りが出来上がりました。これでステージ25の作業が終了となりまして、続いてステージ26やっていきます。
はい、それではステージ26ではステアリングロッドの取り付けですね。で、まずはこちらのピニオンギアのついた、ボールジョイント、こちらの方とこのロッドをつないでいきます。はい、でこのパーツはですね、こちらの穴のところを合わせてこのピンでローレットのない方から入れてつなぎます。はい、でこちら側のジョイントをつけたら、次はこちら側に同様にですね、こちらのパーツをこのピンでつけていきます。はい、そうしたら今作ったこちらのギア、ピニオンギアがここに入るわけですね。このような形で入ります。で、この部分が D 型になってますので、これが真上を向くようにしておいてください。まずは。はい、そしたら次にですね、こちらのギアのついた、ロッドが、ステアリングロッドがあると思います。このステアリングロッドの左右のこのネジ穴に、DS24 のネジを使ってネジ山を作っておいてください。はい、でこちらのパーツ、ネジ山を作ったらですね、ここの横のところからステアリングロッド入れて、このピニオンギアのところとこのギア合わせます。で、このですね、ディスクブレーキが前の方を向いている状態でこの、パーツをステアリングロッドをつけた時に、先ほど言っていたここ D 型にカットされている面がきちんと上を向いているようにしてネジを止めるということになります。はい、なのでやり方としてはですね、まずはこちら側、左側のステアリングロッドを、このディスクブレーキのここですね、ここのところを DS24 で固定してしまいます。はい、でまずはこの状態でディスクブレーキをまっすぐ前に向けることと、それからこちらのですね、ステアリングの、ロッド、ここが、D 型にカットされているとか平らになる、上に向くようにすること、これを確認したら、こちらの方に合わせてここをネジ止めします。はい、このように組み立てると、こちらのですね、ステアリングにつながるロッド、これを回すとこのような形でスムーズにステアリングが切れると思います。このような状態になれば OK です。はい、それでは次にですね、このアンチロールバーをつけていきます。で、アンチロールバーがつくのは足回りのこのポストですね、このポストにつくようになって、ここのところにこれで固定する形になります。はい、このような形でアンチロールバーをセットして、ここのところにブラケットを置いて DS20 のネジで止めるわけなんですけども、ここもですね、ちょっとサラビスが入ってきてるんですけども、こっちのパーツがサラビスに対応していないので、4mm のですね、ドリルバーを使って、まずはここすり鉢状に加工してからネジを締めるようにしてください。そのまま締めるとですね、結構簡単にこのパーツ割れてしまうと思うので、必ずこのすり鉢状にする作業をやった方がいいですね。はい、このような形でブラケットを取り付けたら、上向きにして、今度はですね、足回りについているこのポストの方にアンチロールバーをセットしてネジで留めていきます。はい、でこの時使うネジが PS14 ですね。はい、このような形でアンチロールバーをつけたら、次にですね、こちらのステアリングロッドホルダーをつけていきます。でこちらのパーツなんですけども、 R と L の刻印がありますので、間違えないようにしてください。 R と書かれているものがこちら側のここですね、このような形で入ってで、こういう風にですね、横方向に押し込む形ですね、押し込んで固定する感じですね。はい、で左側も同様にここから押し込んで固定と。はい、でこのような形でホルダーをつけたら、 DS03 のネジでホルダーを固定しておいてください。はい、このような形でステージ26の、組み立て作業が終了となります。続いてステージ27やっていきます。
はい、それではですね、続いてステージ27から29までの作業なんですけども、これはですね、タイヤホイールの組み立てになります。で、こちらのタイヤホイールの組み立てはですね、2種類あるんですけども、パック1の方で詳しく説明していますので、そちらの方を見てない方はですね、そちらの方を参考にして組み立ててください。で、全く同じ作業になりますので、今回のこちらの方の動画では、こちらの組み立て省略させていただきます。はい、それでは続きましてステージ30の方ですね。ステージ30ではこちらのリアのシャーシ延長となります。このような形でここに合わせて6箇所ですね、付属の、DS02 のネジで留めていきます。なのでまずですね、この DS02 のネジでここ6箇所、ネジ山を作ってしまった方がいいですね。はい、ネジ山を作ったらリアシャーシを合わせてネジ6本で留めていきます。で、この時にですね、ネジを、1本ずつ強く締めるのではなくて、まずはですね、軽くネジを6本全部かけてしまいます。はい、このような形でネジを6箇所かけて、しっかりとですね、合わせてから真ん中の方から締めた方がいいですね。はい、このような形でシャーシがですね、後ろの方に伸びて、ステージ30の作業が終了となります。で、これで、パック4の作業が全て終了となります。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。